さあ始まりました第23回ニートブ放送局略して NHK、1月のラジオはトーマスくんが担当します。第23回目のゲストは、NHK 初出演の紅茶さんに来ていただきました。紅茶さんよろしくお願いします。あ、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、今回はね、前回のカエル君に引き続き紅茶さんも初出演ということで緊張とかどうですか？いやー、もうもちろんもうめっちゃ緊張してるよ。話来た時どう思った？いやだってさ、うん、いや普段さ、うん、あんまり活躍してない俺がさ、そのいきなりトーマス君と2人でラジオ撮るなんて、うん、撮れたから大丈夫かなとか、視聴回数ガタ落ちせえへんかなとか、もうマジで不安、うん、大丈夫大丈夫ね。いや、なんかね、あんま話したことない人とか呼びたいなと思ってて、うんうんうん、あ、じゃあ紅茶でいいやと思って。そう、最近、うん、つい最近初めてなんか一緒にバロしたぐらいで、ね、普段あんまり喋ったりしないもんね。そうそうそう、だ紅茶をねほじくり返していこうかなって思います、はい、じゃあまずはね、名前の方からプロフィールをね深掘りしていくので、まずマイクラ ID かな。あー、はい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 。多分マイクラ ID が紅茶748だよね。うんうん、うん、748って何の数字なの？あ、ね、748はね、あの過去にもなんかまあ何回かまあ話したことがあるんやけど、これまあ共通テストの俺が本番に取った時の点数やね。あ、キモいな。あ、紅茶のなんか由来とかはあったりするの？あ、紅茶の方はね、実はなんかまあ俺そんなに紅茶実はそんな好きじゃなくってなんかむしろなんか嫌いみたいな、うんうんうん、でなんか友達と遊んでた時に、はい、なんかみんな午後の紅茶みたいなの、うん、なんか飲んでて、はいはい、でなんかそこで俺だけコーラとか買うのなんかダサいなと思って、それでなんか、うん、そうそう、それでなんか俺も便乗してなんか紅茶に、したんやけど、うん、なんかマジで飲まれへんくってマジでまずかったんだ、うん、そうそうそう、それでそのペットボトルなんか持って帰ってね、あのそのまま放置したまま忘れてて、3ヶ月ぶりぐらいになんか発掘したときに匂ったらなんかバカみたいに臭くって、うん、バケモンだ。あ、そう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 、それが由来なの？そう、それの印象が強かったからちょっと紅茶にしたっていう。最悪の ID なんだけど。あ、まあ、紅茶の方も748の方もどっちも、うん、じゃあ次、年齢職業かな。あ、20歳、京都大学理学部理学科2回生です。あー、強そうな肩書きだな。じゃあ参加型に入ろうと思ったきっかけや、くんさんを見始めたきっかけを聞いていきましょう。うん、まずね、そのくんさんの動画をまあ見るようになったそのきっかけがね、はい、なんかまああんまり多分他の人そんなにいないと思うんやけど、うん、なんかまあ APEX の動画なんよね。APEX なんだ。へー。そう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 。はいはい。でなんかまあ、うん、俺自身なんか今まで FPS とかなんかあんまりやったことがなくて、なんかそれこそなんかもちろん BF とかもまあ知らんかったし、そうそう、高校生のまあ成り立ての頃とかはもうプレステとか任天堂のゲームくらいしかまあやったことなかったんやけど、はいはいはい、そうそう、ちょうど3年くらい前に初めてそのくんさんのApex の動画を見て、うん、なんかえ、めっちゃ面白そうやんと思ってあ、そうそう、珍しい。そうそう、なるほどね。くんさんのApex見てくんさん知ったんだ。そうそうそう、で、親になんかまあ兄弟合格したら30万ぐらいのパソコン買ってって言って、うんうん、でまあ合格したから買ってもらって。ああ、それは偉いな。そうそうそう、だからまあくんさんの動画見始めたのはまあその辺ぐらいからかな。マイクラはね、だいたいまあ2期とかその辺からかな。じゃあね、兄弟合格するモチベの中にパソコン欲しいっていうのもあったんだ。あ、結構それもあったかも。あ、じゃあそのまま大学のエピソードいきますか。まあ、紅茶さんっていうはね、やっぱり真っ先に京大生っていうイメージが上がってくるんですけど、うんうんうん、まあ、京大っていうのは、まあ、東京大学に並ぶ日本のトップ中のトップ大学じゃないですか。まあそうですね。で、超難関大学に合格した秘訣とか、まあなんで東大じゃなくて京大を選んだんだとか、まあ勉強に関するね話とかもちょっと聞いていきたいと思います。じゃあまずは、ね、京大を選んだ理由かな？なんで東大じゃないかとか。ああ、うん、東大をまあ選ばなかった理由なんやけど、うん、なんかまあずっとまあ大阪の南の方に住んでて、はい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 、東大だとまあ下宿しないといけないじゃん、うん、そうね、うん、
でもなんかその当時というか、まあ今もそうなんやけど、うん、まあ食生活がもう終わってて、そう毎日会議なレッドブル毎日3本みたいな、そんな生活したせいで、うん、なんかまあ一人暮らし自体をまあ許してもらわれへんくって、うん、許してもらえなかったな、まあ、そう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 、だから実家から通える方にしなさいと、そうそうそう、だからもう東大自体も選択肢にないっていう感じやったね、うん、なかなかないよ、高校生までで、あの食生活が終わってるから一人暮らしはダメだって言われるの。なるほどね、まあ、特に実家から近い方が兄弟だったってことね。そうだね。じゃあ次、兄弟に受かるまでの努力の話かな。なんか、うん、苦手教科どう克服したかとか、毎日何時間やったとかかな。ね、うん、苦手教科はね、うん、最後まで克服できなかったね。できないんだ。やっぱ苦手伸ばすより得意を伸ばした方が強いのかな、うん、なんかまあ普通やったら、うん、まあ苦手教科をまあ克服しないとまあいけないと思うんやけど、はいはいはい、なんかまあ俺の場合その受験勉強を始めたのが結構早くって、うんうん、はいはいはい、高校2年生の時の、夏休みとかにまあ始めて、たんかな、あ出た出た早いね、そうそう、なんけど、うん、まあ、そのおかげでめちゃめちゃその模試って、まあ、模擬試験の、をなんかそのまあたくさん受けれて、うん、はいはい、そう、でその頃からまあ苦手やったその文系教科をすごい克服しようと思ってんけど、うんうんうん、なんかその高3の春休みぐらいで、あ、うん、俺に国語とか英語無理やってあ諦めがついたんだ、そうそう、気づいて、だからまあその代わりに理系教科でも満点近く取ってやろうと思って、うん、もう理系教科ばっかも死ぬほどやったっていう、あ確かに、でもそれはいい切り替えだったかもね、うん、結果受かってるわけだし、そうそう、だからまあそれをまあ理系教科は過去問27年分ぐらいのやつを3週ぐらいとかもしたりとかして、うん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 、だからもうそう、どう、逆にさ苦手教科頑張って克服しようとしてたらどうなってたと思う？うん、ま、ね、英語がもう今でもそんな得意じゃなくて、はい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 、なんか今更なんか英語で、うん、なんか英語ができたらなんか良かったなみたいな感じの後悔というか、そんなんがあったりとかして、なるほどね、まあそうそうそう、今後に期待だねその辺はね、そうだからもう今もあの、うん、英検の勉強とかしてるんやけど、はいはいはい、なんか全く身に入らんくってなんかね、あそうそうそう、うん、高校生の時に真面目にやっとけばよかったなみたいななるほどね、なんか兄弟で友達とかに教えてもらえないよ、うん、いやね、教え、なんかもう、うん、教えてもらうにしてもなんかみんながすごいなんか忙しそうな感じして、なんかみんな忙しそうなんだ兄弟は、そうそうそう、いい、ね、なんか課題とかを見せてもらったりとかはするけど、うん、その何々教えてとか、そうそうそう、ね、教えてとかはそんなをなんかなかなか聞かれへんなーって、あーそんな雰囲気なんだ、なるほど、ね、そうみんなめっちゃ真面目みたいな、俺のところの学科は。じゃあ次、あの高2のさ夏からやってたって言ってたけど、高1とかって勉強してた、うんうん、なんか自習とか自宅とかで、ね、うん、中学生とか高校1年生の時とかは、そんなに勉強してなかったね。うん、あ、そうなんだ。で、うん、で、まあ、後の話でもちょっとまあ、これしようかなと思うんやけど、はいはい。うん、まあ、じゃあ、あんまり勉強、うん、そうやね。ちょっとまあ、それ、後で。残しときますか。お楽しみにって感じ。はいはい。なるほどね。じゃあ、次のトークいきましょう。まあ、次なんですけど、まあ、みんなゲストに毎回聞いてるやつなんだけど、うんうんうん、ニトブのチャンネルの中で特にリスナーさんに見てもらいたいとか、これおすすめだよみたいな動画があれば理由とともに教えてもらいたいです。あー、うん、2つあるんやけど、2つあるんだ、はい、じゃあまず1個目、うん、1個目はね、うん、アモンガスの動画で、はい、人狼のじゃじゃ、はいはいはい、人狼だけど状況がわからまずいから手伝ってほしい、うん、とくんに裏で話し始める。あー、これ好きだな俺も。いやこれマジでね、うん、そう、この動画見た時にマジでのじゃじゃ天才やと思ったねマジですごいよな。そうだってさ、普通の人こんなことやらんじゃん、うん、やらんなだって俺とかが、うん、これだってのじゃじゃしか許されないって感じもするよな。そうそうそう、俺がやったらもう他のニート部の人たちにもう切れ散らかされるいやでもなんか手伝ってはくれそうだけど、うんうん、まあ、のじゃじゃだからああいう風に面白くなってたのかなみたいなのあるよね。なかなかない、人狼系で俺インポスターなんだけどみたいな、なかなかないよな。なかなか言わんよね。あ、これがおすすめの1個目と。そう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 、まあね、うん、ほんまに
のじゃじゃはね、なんかその人狼ゲームの、うん、なんかまあ人間の時自体、まあ、うまいこともあると思うんやけど、はいはいはい、もうこうやって場を荒らしてくれて、もう最近の俺の推しでもあるね。推しなんだ、いいね。そうそうそう。じゃあ次2個目いきますか。ね、次はね、うん、この動画がめっちゃ好きっていうわけじゃなくて、いや、まあもちろん好きではあるんやけど、はいはいはい、ドレハンで、うん、毒入りスープで村を毒殺暇人と、うん、オータル爆弾で船沈没狙うっていう、動画なんやけど、うんうん、なんかこれ、この動画自体が、うん、なんかめちゃめちゃ好きっていうよりかは、なんかもう最近はもうドレハンの動画自体がもうすごい好きで、ドレハンおもろいもんね。そうそう、ね、この動画出たのが確か10月の末とかやったと思うんやけど、結構前やったと思うんやけど、うんうん、それまでなんかそのドレハン自体そんなに知らなくって、うんうんうん、でなんかまあでも最近というか、まあもしかしたら今このニート部のラジオが出てる頃にはもう出てるかもしれへんけど、うんうん、俺も結構最近ドレハンをやっていて、うん、船乗り始めたね、まあ、そう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 、まあ乗船し始めて、うん、そうで、まあこの人狼ゲーム、まあ、ドレハンを始めるきっかけになった動画で、うん、もう今じゃもうドレハンのもう虜になってるっていうあ、この動画見てやろうと思ったんだ。そう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 、あ、いいですね。これもなかなか暴れてたね、くんさんたち楽しそうだったね。そうで最近ね、その、うん、まあこの動画には関係ないんやけど、うん、まあたまにそのドレハンディスコードっていう、はいはいはい、まあ暇人さんが立ててくれてるディスコードのサーバーがあって、うん、はいはい、そこね、参加生だけじゃなくって、そのまあキッズの子たちも入れるサーバーで、うんうん、そうそうそう、みんなね、その俺が知らないような戦術とか持ってたりとかしてね、なんかいろんなこと試してるよな。そうそうそう、だからもう次のニート部の動画でこの戦術使おうとかメモしたりとかして、そうこのゲームマジで勉強になるんだ。いいね。そうそうそう、ドレハンディスコード気になった方は暇人さんに DM してみてください。はい、迷惑かられたら僕らの責任なんで、全然もう DM しまくってください。もう、はい、ドレハン持ってなくても DM してください、暇人さんに。じゃあ次行きますか。じゃあね、雰囲気も温まってきたので一発目のコーナー行きたいと思います。はい、まあ、頭がいいといえば兄弟生、兄弟生といえば紅茶ということで、兄弟生紅茶が選ぶ頭のいい参加勢5000ということでやっていきます。あ、はい、まあ、このコーナーはね、少なくとも学力学歴では50人クラフトではダントツのね紅茶さんが、まあ、学力の観点だったり知能っていう観点だったり、まあ、頭いいなって思った参加勢を5人理由とともに紹介していくコーナーです。じゃあ、はい、早速1人目からいきますか。はい、ね、うん、まずね、ちょっと今回選んだのはね、うん、まあ学歴とかまあそういうのではまああんまり選んでなくて、そう、ね、まあそう、アモンガスとか、まあ、グースグースダックとか、まあ、そういうゲームのうまさとか、まあ、そういうことに、まあ、なっちゃうんやけど、うんうん、まずはね、一人目はね、コノさんやね。お、コノさん、はい。はい。まあね、人狼ゲームでは、まあ、たまに、まあ、沼発症することも、まあ、多々あるって感じやねんけど、まあ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 。まあ、まあね、人を騙すのが、やっぱり、うまいね。うまいね。感情表現も得意だし、ね、うん。そう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 。で、その、人狼ゲームではないんやけど、うん、ね、俺びっくりした、うん、このニート部放送局をほとんどコノが運営してるって聞いて、うん、あ、そういう方向のなんかそのマネジメント能力っていうか、あ、管理能力もあるんやってめっちゃびっくりしたね。なんかマネタイズうまそうだよね、コノ。そう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 、なんかさ、そう、 YouTube も運営してるじゃん自分で、うん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 、動画いっぱい出したり撮影したりで、ニート部でも結構企画出したり、これやりたいとか、これやったら良さそうじゃないみたいないっぱい出してるから、うんうんうん、その辺は強そうだよね、このちゃんね。おお、マジで羨ましい。もうなんか、あ、羨ましい、こういうやつが将来社会人になった時に出世するんかなって思った ね、仕事すごいできるタイプの子だと思うな。そうそうそう、正直言ってもう尊敬するね、羨ましい。なるほど、ね、じゃあ一人目はコノさんということで、そう、はい、じゃあ二人目いきますか。はい、ね、二人目はね、うん、デキヨコやね、うん、デキヨコさん、はい、そう、デキヨコさんはね、なんか人狼ゲームのその上手い下手ではないんやけど、うんうん、その時々のそのワードセンスというか、わかるわ。そう、今この時のこの発言するかっていう、うん、なんかその、うん、つい最近やとね、はいはい、そのまあもちろん、まあこの動画が出る頃には1ヶ月くらい前の動画になってるんやけど、はい、そのあるそのグースグースの動画で、うん、絶対に許せない、絶対に許せない、絶対に許せないっていう動画があるんやけど、上がってるな、その動画の、うん、冒頭で、うん、
そのクンさんに服が貧乏臭いってことをその言及されたのに対して、うんうん、この服うちで一番いい服なのにって言ってたよね。で、俺やそうそうそう、俺やったらそれに対して、うん、あのうるせえとか、うんうん、ははって笑うくらいしかできないなっていう。なんか返しうまいよな。そう、ほんまになんかそういうなんか、まあ、クンさんもそういう面白い返しをしてくれるやろうっていうので、うん、できよこに話を食ったっていうのもあるんやろうなって、うん、まあ、そういう意味でなんかユーモアがあるというか、結局なんか、 なんか、うん、そうね、だるがらみしてもなんかうまいこと返ってくるから、そう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 、マジでいいよな。ワードセンス、チョイス全部あるよな、うまいわ。そう、そのもう面白い返答というか、まあ独り言をオールウェイズ出してくれる。アドリブでの頭の回転が良さそうだよな。そう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 、いいね。じゃあ2位はデキヨコさんということで、2位っていうか2人目か、はい、じゃあさ次3人目お願いします。はい、ね、3人目はね、うん、のじゃ、のじゃね、はい、そう、のじゃはね結構みんなにそのなんかまあなんやろ、頭悪いキャラじゃないけど沼キャラというか、うん、そんな感じの印象が結構つけられてるかもしれへんけど、はいはい、まあさっき言ったようにアモングアスとかでまああの突拍子もないことができるっていう意味で、そのタイミングが分かってるっていうので、うん、まあ、頭がいいなって思うのと、はいはい、あとはねその、案外のじゃって、うん、そういうゲームをしてる時のその空間把握というか、うん、がちゃんとできてるなってな感じるんよね。はい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 、そう思わない？あー、まあなんか戦況を読むのうまいよね。なんか、なんか人狼の時はなんか滅法弱いんやけど、うん、人間側の時はその結構なんかあの活躍してるイメージがあるかも。落ち着いて冷静に考える能力はあるよね。そう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 、なんか自分のことすら他人事にして考える節ある、うん、そう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 、うんうん、っていうところでまあのじゃかな。のじゃじゃね、なんか突拍子もないことするよね。なんかそうそうそう、あれもなんかそういう発想が出るっていう点ではすごいからな。じゃあ3人目がのじゃじゃでいいですか、ね、はい、まあ4人目いきますか。4人目はね、はい、ちょっとこれ悩んだんやけど、はいはい、ナッシーかな。お、ナッシー、はいはいはい、そうそう、ナッシーはね、うん、なんか話してて、うん、あ、こいつ賢いなって思う瞬間が多々あって、うん、そう、でもねそれをねその言葉で表せないんよ。あ、わかるわ。なんかね、そう、共有の良さは感じるよね。なんかそう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 、なんというか、うんうん、なんだろうね、動画上ではさすごいやばいやつみたいな扱いされてるけど、話せば意外と冷静だし、うん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 、ちゃんと返答が返ってくるんだよね。キャッチボールがうまいし、なんというかまあ話し方がすごいなんか独特で、うん、なんかユーモアも結構あったりとか、うん、そのコミュニケーション能力というか、うん、なんかそういう面でもなんか人と仲良くなるのがなんかうまいというか、うん、まあ、ネットやからかな、なんかナッシーがはいはい、その例のそのクラスメートにそのストーカーまがいのことをしちゃって問題になった例の事件とか、なんでそんなことが起きたんやろってなんか不思議に思うぐらいあ、まあ、ちょっと好きが強くなっちゃうのかなと思う、うん、そうそうそうかなって思うねんけど、まあでも IQ もなんか130くらいなんかあるらしいから、まあ頭がいいなって感じるのもまあな、そう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 、なるほど、ね、納得かなって、うんうん、じゃあ4人目ナッシーさんということで、はい、言語化しづらいよな、ナッシーの良さは。そう、ナッシーのね頭の良さはすごい言語化しづらくてちょっと言えるか悩んだね、うんうんうん、なるほどね。じゃあ次5人目いきますか、うん、5人目はねなんかもう本人の前で言うのもあれなんやけど、はい、トーマスくんやね。ありがとうございます。さあ、はい、説明してください、僕の頭の良さをいやちょっとねもう今回なんかその司会をしてもらうっていうので、はい、なんかトーマスくん入れないでおこうかなって思ってたんやけどうん、でもまあここトーマスくんしかいなかったね。あ、無事入ってきたと、ありがとうございます。その、うんうん、兄弟性があるってどうよ。いやね、人狼ゲームからももう頭の良さがもうにじみ出てる。あ、そうなんだ、はいはい、うん、さっきねそののじゃが頭いいって言ったと思うねんけど、うんうん、まあのじゃは人狼の時はなんかもう弱いすごい弱い気がするんよねなんか受け身の子だもんね、うん、そう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 、でもだからトーマスくんって人狼の時もまあ上手いじゃん。そうなのかないや、うまいと思ってて、なんかまあ、はいはい、それってやっぱりその人狼ゲームやから、うん、嘘をつくのが一番、うん、まあ大事やと思うんやけど、そうね、うん、そう、あの嘘をつくにしても例えばこのアモンガスとかのこういうゲームとかって、うん、誰がどこにいたとかっていうそういう情報
うん、あ誰がなんか嘘をつくにしても、うん、誰がどこどこにいて、うん、あの人はどこどこにいて、うん、っていうのがまあ大事だと思うねんけど、うん、そうね、そう、そういうのをまあ瞬時になんか分析して、あ、ここにいても矛盾が起こらないなっていうのを感じ考えられてるのが、いや、本当にすごいなっていう。ああ嬉しいな。ああ褒められちゃった、うん、いいね、そっか、っていう点でまあトーマス君に一票、ね、ありがとうございます。じゃあコノさん、デキオコさん、ノジャジャさん、ナッシーさん、僕ということで、そうですね、そうですね、結構、まあ、納得の理由だったな。うん、なんかまあもしかしたらなんかその名前だけ見たら、うん、あ意外みたいな感じで思われるかもしれない。なんかまあ学歴って言ったらね、その馬面ハリさんとかデポンとかが入ってくるはずなんやけど、あなんか学歴の良さと、うん、実際のなんか頭の回転の速度とかで言ったらまあ別なんだろうな感じはするよね。うん、でまあ俺が感じた、頭の良さ、頭のいい参加勢5選って感じかな、うん、なるほどね。せっかくだし俺も何人か出していくか。うん、もうね、頭いいって思うのは、うん、まあ、2人挙げるとしたら、まあ、陰キャ転生かな。あうん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 、陰キャ転生って結構はちゃめちゃに見えるんだけど、うんうんうん、1対1で話してる時とかめちゃめちゃ理性的に話するし、回収面白いし、あそうなんや、うんうんうん、で結構ね彼分析が得意で、うん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 、なんか系統を見て今後流行りそうなゲームとかそういうの分析したりしてるし、うんうんうん、あ、あとね、まあ、たまにゲームにのめり込んじゃう時はあるんだけど、なんかそういう時以外だとちゃんと客観的に見て自分が何を求められてるかとか何をしたら面白くなるかなとか、そういうのを嗅ぎつけてちゃんとそれを実行できる度胸のある男っていうイメージだね。あーいや確かに頭の回転があってなおかつ度胸もあるから彼は強いかなって僕は思う。いや確かにね、なんか頭の良さは確かに感じる。なんか、うん、あの例のそのバトン理論じゃないけど、なんかまあマイクラ見てる人やったらまあわかるかもしれへんけど、うん、提唱してるもんな、うん、そうそうそう、そういうのとかもあったりとか、うん、そうでも陰キャ転生とはね、あの一対一で喋ったりとかすることがないから、うんうんうん、そうなんかなんやろ、裏側がどんな感じなんかとかがあ今後ねおいおいね知っていただけると、結構ねギャップでびっくりするよ。あ陰キャ転生って結構まともなんだって俺はびっくりした。もう恐怖の対象だったんだけど冷静なんだなって思って。あマジか、あなちょっとまあ喋ってみたいな、まあ、もう一人出すとしたら、うんうん、海音かな。海音がね、うんうん、頭良さそうなのってあんま見えないんだけど、いやまあ俺から見ても海音は候補に入ってなかったな。彼がすごいのはとっさに思いついたものをすぐに実行する力。マイクラのチャットだったりすると、うん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 、海音って結構面白いのをスパッと挟んでくるんだよ、うん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 、そういうとっさの回転力だったりシチュエーションが来てそれにどう対応するかっていうのが上手い人かな、うんうんうん、あ確かにね、海音のチャットはすごいなんか面白いよね、うん、そう多分ねゲーム IQ が高い人なんだよ。うん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 、新しいゲーム始めた時にどういうゲームなのか何が強いのかっていうその理解するのが早いタイプ、早熟タイプなので多分まあとっさの回転力っていうかアドリブ力が強いのかな彼は、って思う。多分海音の強みはそこなのかなって俺は思う。あなるほどね、確かにゲームもなんかその初めてやるゲームでなんか急にうまい、うん、なんかもうそのうまいみたいな、それなりにそつなくすぐこなせるんだよ。そう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 、てかあったりとかするから、あ確かにそのゲームっていう意味では確かにそれは、うんうん、まあ、うん、そうなんかね、その場に与えられたもので何かしろって言った時に一番強いのが海音だったりする。ああなるほどね、うんかな、その2人ぐらいです。まあこのコーナーはこんなもんで、よしじゃあ次恒例のコーナーいきますか。はい、ゲストの私物校内効果コーナーということで今日めっちゃ噛むな、はい、なんでなんだろう。じゃあこのコーナーはね MC がゲストに見たい私物をリクエストして見せてもらうコーナーです。で、はい、1月のねゲストを皆さんに固定して見せてもらいたい私物のお題は箸になります。うんうんうん、まあねめちゃめちゃ僕が気になってるのでなんで箸を出しました。はい、見ていきましょう。紅茶さんの箸はこちらです。ドン。はい、まあ、こうね、えっとね、うん、はい、これは何、木製の箸かな。あそうそう、木製の箸で、はいはい、なんか少人数でなんか同窓会、うん、高校の、うんうん、
をした時に、はいはいはい、なんかあの名前付きの橋をもらったんや、うんうん、だからこの実そこ裏側に実は名前が書いてあって、うん、はいはいはい、そうそう、だからそれ見えへんように裏側にしてんねんけど、ああこれ大事に使ってるっていう感じか、そう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 、なんか滑り止めとかもついてそうでね、そうそうそう、結構大きい、なんかまあ下の方ちょっと腫れてきてるけど、いやなんか大事に使ってるんだなっていうのが分かっていいじゃん、この箸ね使ってるんだ、で箸でねもう一個聞きたいのはなんかどの辺も使って聞きたいんだよね、はいはいはい、どの辺そう短めに持つか長めに持つかっていうのを聞きたくて、自分的に言うと真ん中より下持つ、真ん中より上持つ、え真ん中より下とかありえんの、あありえないんだ、うん、俺は絶対、うん、真ん中？その、なんかまあ、デコボコのあるらへんを持つかな。結構長めに持つんだ、じゃあ。うんまあ、この箸の特性上ね、そうならざるを得ないのかもしれないけど、うんうんうん、長めに持つんだ。そう。逆に短めとか、うん。そう、僕の中の理論では、うんうんうん。まあ、なんか迷信みたいなもんで、長めに持つ人は実家から離れやすいで、短めに持つ人は、実家に居つくみたいな。ほう。で結構長めに持ってる紅茶さんは未だに実家ということで、まあ本人のね性格なんで、まあ、結構実家出たいなって思うことはある。一人暮らししてみたいなみたいなことは。あもちろんね、最初はその、うん、なんやろうな、今回はまあ大学は京大に行ったけど、うん、もちろん東大も考えてて、はいはいはい、ちょっと一人暮らししたいなとはもちろん思ってたから、あやっぱり。実家から離れたいなって思うこともまあまああったかな、うんうん、あじゃあまあそんなに外れてもいないのかなこの名人も、うん、実家から離れたい欲もあると、うんうん、どうしてその長い方を持つ方が実家から離れやすいって僕にもさっぱり分からない、なんか昔からねそういう名人があるらしい、なんか長い方を持つと嫁に出ていくだとか、あへえ、そういうのがあってね、三ヶ瀬どうなんだろうと思って調査中です、あなるほどね、そういうなんかその、うん、なんか昔からの言い伝えじゃないけど、うん、なんかね、そういうのがあるんや、こういうのがあると話題作りにもなるからね、うん、箸一個で話膨らませるのって難しいから、確かにねでもこういう風に話広がるし、なんか話題のきっかけにもなったらねいいんじゃないかな、みんなも覚えておくといいよこういう名シーン、知識が増えたじゃあ次ゲーム部屋いきますか、はい、ゲーム部屋を見せてほしいというお題です、ドン、この画像です、はい、どう、どっちやろ、どっちがいい、 横の方かな横長の方を使うか、これは普段マイクラしてる部屋かな、まあ、多分2枚とも出してもらうと思うんで、うんうんうん、あなんか良さそうな椅子使ってんね、これ実家だもんね、そうこれ実家、ずっと昔からここの部屋に住んでるって感じ、そうずっとこの部屋やねんけど、うん、まあ大学に入るってなった時に結構リニューアルしたかな、はいはい、あーなるほどね、うんまあ、でも大学生らしい、あモニター2つあんな、いいね、あそうそう、3枚にしたいねんけど、うんうんうん、なんかなかなかたまらんくってお金が、あーなるほどね、そうそうそう、あ、まあ、2枚でなんとかなってるしみたいな、まあ、ぬいぐるみもあるしスイッチのジョイコン、まあプロコンもあるし、本棚なんか頭良さそうな本入ってそうだな、いや本棚はね上の方は漫画ばっかやな、うん、あーなるほどね、うん、あでもなんかいいね、好きそうなものが揃ってそうで、タンブラーもあるし、うんうん、あ普段ここでマイクラしてるんだ、そうそうそう、うん、なるほどね、参考になりました、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に最近買ってよかったものかな、うん、最近っていうか、はい、うん、買って便利なものかな、はい、これはね、はい、iPad ですね、あ iPad ですか、 iPad ね、はい、便利なんだ、 iPad はね、うん、今の理系大学生にとってマジで必須やと思う、あそうなんだ、そうはいはいはい、まあね、どういう時使ったりする、まずね、うん、1個目はねノートを取るのにまあ使ったりするんやけど、うんうんうん、そう特にそのまあまあ大学によるかもしれへんけど、うんうんうん、割とそのノートを取らされることが多くて、うん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 、でそれをもう全部持っていったらもうすごいかさばっちゃって、あ確かに確かに、そう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 、でそれをその iPad に全部入れてたら、うんうんうん、そうめっちゃなんかその傘もなんか少なくなるし、あ電子化ができると、あそうそうそう、なるほどね、そうそうそう、まあ、じゃあ基本的な用途は大学用のノートってことなの、うん、そう大学用のノートと、うん、あとはねその結構まあはい、まあ、兄弟生は結構やりがちなバイトやねんけど、あ
あの塾校のバイトをやってて、うんうんはい、そう、そこでなんかその解説を作ったりとかするってなった時に、うんうん、なんか紙やとなんかすごいなんか汚れたりとか、あ、手間だったりするもんね、なんか渡してなんかその何やろ、なんか、うわ、来たな、みたいな感じで思われたりとかするのも嫌やから、うんうんうん、だからそれやったら、もう、あの、こっちに書いたものを、なんかエアドロップかなんかで送る方がいいな、みたいな。あー、最近だね。いいね。そう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 。そっか。塾校で使えるんだ。そう。それ便利だな。はい。俺も iPad 持ってるんだけどさ、もう用途ないんだよね、動画見るし。そっか、大学生使いやすそうだな。いいね、iPad。ね、うん。うん、文系の学生はね、多分、うん、パソコンだけで結構成り立つと思うねんけど、うんうんうん、理系だと、理系の、そう、人にとっては結構その計算とかもあるし、あの数式のさ、なんか微妙な記号とかってパソコンじゃ出しづらいよな。そう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 。なんかわざわざ例えば、シータとかを入れようと思ったら、うんうん、日本語でシータって入れな感じ。ああ、なるほどね。手書きできるからね、そうそう iPad だとね。そうそうそう。なるほどね、今授業中に、うん、なんかあのこの記号分かれへんみたいな、うんうんうん、この記号の読み方分かれへんけど打ち込まれへんみたいなことがあったときに、うんうんうん、なんか書いといて、うん、後で調べるみたいな、うんうんうん、ことがまあできたりとかするから、はいはい、まあなんかそういろんな意味でめっちゃ便利になったなっていう。なるほどね、iPad。そう。ありがとうございます。じゃあ。はい、俺もなんかいろいろ使い道探してみよう。じゃあ次行きますか。はい、次のコーナーはお便りのコーナーになります。はい、今週もね視聴者の皆さんたくさんのお便りありがとうございました。お便りの方は概要欄に載ってるニート部公式ツイッターの方から送ることができますので、よかったらどしどし送ってください。はい、まあ、1個目のコメント読みます。はい、グンさん18歳女性、トーマスくん、紅茶さんこんにちは。紅茶さんは素晴らしい学歴をお持ちですが、紅茶さんから見たトーマスくんの今の印象、トーマスくんから見た紅茶さんの印象を知りたいです。また、はい、兄弟生は変人ばかりとよく聞きますが、トーマスくんのヘアピンほどのパンチ力のあるエピソードはありますか、とのことで、グンさんありがとうございます。はい、じゃあ先に紅茶から見た僕の印象聞いてみようかな。あ、じゃあね、まずね、うん、最初の方の印象というか、うん、あれいつ頃やったかな、日記とかドラクラあたりやったかな、はい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 、そのトーマスくんが例のそのヘアピンのやつを聞いた時に、うん、あ、うわマジかこんな人なんかみたいな。あ、衝撃を覚えた、やべえやつやなみたいな。なるほどね。そうで、なんかまああとはあの、うん、カンニング試験、うんうん、なんかまあ大学の試験やっけ。はい、そうですね。そう。で、なんかそのカンニングしたっていうのを聞いて、うん、なんか、あ、なんかすげえやつ世の中におるんやな、みたいな。こんなやつもこの世にはいるんだと。あ、だ、そうそうそう。って、まあ、思ってたんやけど、うんうん、実際、なんかその、ニート部の待機部屋っていう部屋、はいはい、まあ、が、VC の部屋があって、そうね。まあ、そう、そこでね、まあ、撮影してる人以外が、その、出たりするような部屋が、うん、そうあるんやけど、そこでなんかその喋ったりとか、うん、でなんかまあニート部終わった後にちょっとまあ、はい、遊ぶみたいな、そうね、遊ぶ、ね、やったら、そう、あのファスモフォビアしたりとか、したね、そうバロラントしたりとか、うんうん、なんかまあそういうのしてて、うん、なんかヘアピンの話どこ行ったん、なんか全然そんな印象ないけどみたいな。そんなのは雰囲気にもにじみ出てないと。そうそう、めっちゃ優しくって、そう。出れるな。そっかそっか。うん、もうファスモフォビアも、うん、なんかそう初めてこの前トーマスくんと一緒にやったんやけど、うん、ノジャーと俺と、うんうん、カエルくんと、うん、やったかな。うん、やったんやけど、その時もね、もう1から10まででも全部教えてくれて。ああ。うん。そっか。優しいって思ってもらえたのか。そう、めっちゃ優しいなと思った反面、やっぱりなんかなんでそんなヘアピンなんか刺すんやろっていう。まあ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 、そんなね衝動が働く時もありますよと。いうことでね、じゃあ僕の印象からいくかな。はい。こちらはね、兄弟生まあ聞いて、まあ、今までの歴代の学歴あるぜを思い浮かぶと、まあ、デポン馬面さんなわけよ。はい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 。まあ、前蔵の中の印象だと、まあ、だいぶ控えめな方かな、学歴あるぜにしてはって思って、まあ、で、ニート部で実際話すようになって、
見ると、まあ、普通に会話もできるし教養もありそうだし、なんだろうな、そうね、あとはなんかきっかけさえあれば、まあ、普通に馴染めるし、もうちょっと上に上がってくるんじゃないかなって思ってるぜかな。まあね、要素はあるから、あとはきっかけかな。なんかがあればなんか起こると思う。そうだよね、なんかきっかけね、なんかその一個あったらいいなと思うんやけどだっていまだにさ、テンポラリーだもんね。そう、この動画出てる頃に撮れてたらいいんやけどこいつまだね、そう、一次参加税なんですよ実を言うと。そうだ、多分なんかきっかけさえあれば、まあそれも撮れるんじゃないかなって思ってるね。だってね、4月の30やったかな確か、からそんなやってんな。で、うん、今この撮影日12月25日、うん、こうだね、4、5日やねんけど、8ヶ月もやってまだ一次参加税なのやばいでしょ。ワン君ですら、うん、ね、半年とかやったから、まあ、すごいよ、うん、いつか今俺いつか、そう、俺とラーメン君で今更新中みたいな。マジでおもろいわ。そう、いやもうね、あの最初の方はもうそれのせいでプライドがもうずたずたになって、あおもれ、うん、だってまだなんでテンポラリー金言なんっていう。でも今もう学歴高い兄弟生のプライドずたずたになってんだったら俺はもうとてもおもろいと思うわ。あー、なるほどね、まあいつか、うん、いつか取れるよきっと、メイビー。はい、予想ある。じゃあ軍さん、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。次、レベル2さん、15歳男性、お二人ともこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。僕は今受験生でこんなことをしてる暇ではないのですが、お二人に真剣に相談したいことがあり、お便りを送らせていただきました。受験間近なのに、はい、勉強のモチベーションもなかなか続かず本当に困っています。一応大学にお二人とも進学なさっているとのことなので、ぜひ二人のモチベーションの保ち方をお聞きできればと思います。あー、ということで、はい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 、まあ、コメント募集したのが12月段階で、まあ、動画が上がるのが多分1月の後半の方かな。だ、共通テストワンチャン終わってる説あるね。これ3週目、共通テストが1月の14と15やから、確実に終わってるね。ああ、そうなんだ。うん。この動画出るの多分、そうね、13とかかな。3週目やから、元日は出えへんよね、多分。そうね。2飛ぶの。だから、多分22とかじゃないんかな。ああ、楽しくなってきたな。俺ね、センター試験記念受験税なんだよね。ほう、まだセンターと名の付いてた時期で、うんうんうん、僕ね、栄養入学で合格決めた人だから、ああ、はいはいはい、はい、受験勉強という勉強をあまりしてないぜなんですよね。ああ、そっか、栄養やったらもう決まるもんね。そう、なんかね、プレゼンテーションの方を頑張ったかな。おお、ああそっちか。そう、だからそっち勢か、まあ、普通の勉強の方にはアドバイスは全くできないかなって思う俺は。なので校長さんに今回お願いしようかな。いやね、うん、モチベーションはね、多分欲がないと無理やと思うよ。うん、まあ、そうだよね。そう、何かしら、まあいい意味でも悪い意味でも、うん、まあその欲がないと。頑張った上で得るものがあると頑張れるよねって感じはする。そう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 。そこを何にするかだよね。そう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 。ね、もちろんね、そのなんか医学部に行く人だってそのまあ。うん、医者になりたいって思ってる人だけじゃなくて、もちろん、うん、あのお金がたくさん欲しいっていう理由で、はい、なんかまあ行く人もまあいるくらいだから、うんうんうん、でその特にそう、なんかそれ以外の理由とかな、まあ、なかったりとかして、うん、そのまあ兄弟もそうやけど、まあそこに来てる人はまあ多分いないと思うかな。うん、あ、なるほどね。そう、だから何かしらそのなんやろな、いい欲でも悪い欲でも、まあ、多分何かしらは多分もみんな持ってるんちゃうかな。なるほどね、うんうん、そっか、報酬を設けるタイプね。そう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 、まあ俺もね、若干受験勉強的なものはしてなくはないから言うんだけど、うんうんうん、俺のモチベの上げ方は最悪の場合を想像するんだよね。例えばこの栄養落ちたら、はいはいはい、俺なんか今から一般無理じゃないかなって思って、でそうなったら浪人もしくは就職ってなった時に、うわ働きたくねーとか、まあ、浪人までさせてくれなさそうだなとかので考えて、ミスった時を考えると、じゃあさすがにやんないとなってなるんだよね。あー、確かにね。で、そう、絶望を想像した後にそれを回避するために俺は頑張ってたかな。うんうんうん、
や確かになんか最悪の場合を考えたら、うん、でもどうやろうな、俺の場合はなんか最悪の場合考えたらなんか鬱なりそうやな。あ、なるほどね。まあ それぞれ合う方で報酬も受けるなり、うんうんうん、地獄を想像するなりでモチベーション頑張って維持していただけたらなと思います、うんうんうん、はい、レベル2さんコメントありがとうございます、はい、ありがとうございます。次のコメントいきますか。はい、次、砂物さん、18歳男性、初登校です。受験生です。ニート部のほんわか雰囲気が好きで、勉強の合間に楽しませてもらってます。いいね。1月には共通テスト、2月には二次試験を控えています。自分は大事な場面で、とても緊張するタイプです。はい、兄弟生の紅茶さんは、試験の緊張をどう乗り越えましたか？トーマス君も人狼なので、人狼ゲームなどで一切緊張してたりする様子が見られない気がするので、あ、はい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 、緊張のほぐし方がぜひ知りたいとのことでコメントいただきました。はい。そっか、2月に二次試験とかあるんだ。もうね、1月共通テスト終わってるからな、ごめんねって感じやけど、一般受験の子大変そうだな。うん、ワンチャン私立の子らやったら、うん、一般入試すらもう終わってるんちゃう、この動画出る頃には。なるほどね、緊張のほぐし方ね、うん、なんだろうな、緊張しないな。なんでなんだろう。あ、それも多分まあ慣れじゃないかな。そうね、あとね、なんかね、うん、やるって決めたらやり通す覚悟を決める段階が大事かな、多分。あー、なるほどね。多分そう、人狼でも何でもかんでも、うんうんうん、やるやらないの判断をするフェーズがある、俺は先に。あー、でやるって決めたら絶対にやるって意思を持ってやるから、もう緊張とかする暇がないんだと思う、多分。あー、まあ、いやでもな、俺はどうやろうな、うん、確かに、まあみんなはそうなんかな。どうだ、紅茶は緊張するか、試験の時。俺はね、うん、その人狼ゲームやったら、はい、なんかもう何やろ、あらかじめどう動くかっていうのを、うん、なんかもう、はいはいはい、考えてからやるかも、うん、なるほどね。だからそう、あの例えばドレッドハンガーやったら、うん、あのまず初めにこうして、次にこうして、うんうん、こうしてっていうのを、はいはいはい、もうあの何やろうな、俺が人狼になるって分かる前からもうなんかもう決めてやるかも、うんうん、なるほどね。なんか作戦立ててやるかも、まあ、できるだけ緊張とか予定外のことが起こらないように想定した上で、まあ起こる緊張とかもあるよな。いや、そうそうそう。まあ、まあ、なんだろうな、うんうん、緊張する場面。バイト、なんか面接とかだったりすると緊張するかな、さすがに。あ、そうやね。うんうんうん。緊張した時こそ、まあ、俺は笑顔を作るようにしてる。ああ。笑ったり、笑顔を作ったりして、うん、ほぐすかな、俺は。ああ。楽しそうにしてたら、はい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 、気分もちょっとずつ上がってって、楽しくなってくるから。あ、面接中楽しくなっちゃダメなんだけど、楽しくなった方が会話どんどん出てくるから、とりあえず楽しくするかな、俺は。なんかね、うん、その緊張するにしても、なんかそのまずいことが起こった時になんか笑ってしまったら、うん、なんかどん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 なんかその悪い方向に行ってしまって、あ、なんかみたいな感じになっちゃって、反対側だね。いいね。うん、まあね、多分あの緊張しやすい、多分俺も結構緊張しやすいタイプやと思うから、うん、はいはい、ね、まあ、最初は多分緊張するのはまあ、うんうん、当たり前やと、まあ、思うんやけど、まあ、そうね、うんうん、でね、まあ、もう手遅れなんやけど、例えば受験生の子やったら、うん、例えばまあ10月から12月にあるような、うん、そのいわゆるその AO とか、うんうん、今やったらまあ公募推薦って名前になったのかな、うん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 、とか、 なんかそういうのをなんかまあ本番より前にやっておいたら、まあ、うん、そうね、慣れてくるんちゃうかな。回数重ねていかに本番慣れするかってことだよね。そう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 。そうね。うん。まあ俺もね、なんか10月になんか公募推薦じゃないんやけど、うん、ね、まああの兄弟とは別になんかまあ、うん、防衛医科大学校っていう、うん、なんかあの防衛省の管轄の大学校があって。はいはいはい、なんかまあ、うん、普通の大学ってなんかその文部科学省管轄なんやけど、うんうん。うん、そこの普通の一般入試がなんかまあ10月末にあって、うん、はいはい、そうだからまあそこで一回練習したかなって感じかな。初めに本番の雰囲気を知ると。なるほど。そう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 、まあそうだよな、練習だよな、うんうん、なんか本番いきなり緊張してもどうしようもなくなってたらそれは準備不足な気がする。できる限りの準備を重ねて自分に自信を持たせることが大事かな、うんうん、
そうやね。自分の努力を信じるまでの段階まで持っていけたら最高かな。そうやね。ということで、はい、じゃあコメントありがとうございます、砂物さん。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか、最後のコーナー。最後のコーナーは、川柳になります。はい。今月の陰キャ川柳のお題は学歴。段位、9位の方は採用回数に応じて上がっていきますので、皆さん殿堂入り目指して頑張ってください。はい、頑張ってください。またこちらの応募の際、ラジオネーム、メールアドレスの方を途中で変えてしまいますと、段位9位がリセットされてしまいますのでご注意ください。はい、また9位が上がると、いいことがまああると思います。まだ検討中なので、投稿したことないっていう人がいたら、まあ気軽に、ね、応募してくれたらなと思います。はい、じゃあ、まあ優秀賞3つ、最優秀賞1つ発表していきます。はい、はい、優秀賞、脱粉さん。名前やば。年齢は秘密、性別は、イエスと同じということで、ちょっと癖あるね。まあ初採用なので10級に昇格です。はい、履歴書に中退の経歴ごまかせない。はい、履歴書に中退の経歴ごまかせないということで、これはね、僕がね、とても共感したので選ばせていただきました。はい。履歴書にね、学歴書く欄があるじゃん。そうだね。大学中退したのも書くんだよ。やっぱ書かなあかんよね。まるまる大学、中途退学って書かなきゃいけない。はいはいはい。だから、なんで退学したのかと、はいはい。どれだけ在学してたかっていうのが武器になるんだよね。あー、なんか履歴書に書きたくないランキング。1位中退、うん、2位留年、そうそうそう、3位浪人とかやもんな。俺は考えたら、うん、カンニングした話は絶対にしないので。あ、それはもう絶対そうやな。逆に言ったらどうなんだろうな、今度言ってみようかな。絶対落ちるやろそれは。ちょ、自分栄養入学で入って頑張ったんですけど、うん、ちょっと数学の部分が、まあ、高校だと数 2B まで習って、まあ、大学からだと数 3C が前提の授業が始まって、うんうんうん、まあ、歩行とかは頑張って行って毎日行ってたんですけど、ちょっと間に合わず、まあこれ以上進学も望めない、お金ももったいないということで、ちょっと中退選ばせていただきましたみたいな話でごまかしてるかな。ごまかさな。なあ、難しいよな。そう、あとはね、学歴じゃないんだ、俺は仕事ができるんだっていうアピールを頑張るかな。あ、確かにね。まあそっちの PR はしっかりしといたらいけるかもしれへんけど、そう、栄養で潜り込むまではいけたんだ、うん、俺はできるんだっていうね、アピールに切り替えていくかな、うんうん、俺は。いや、確かに、まあなあ、カンニングってなんかどうなるん、言ったらほんまにどうなるんやろ。禁じてたろ。まあ後日ね、結果を連絡します、もしくはね、連絡ない場合はありますのでって言われて終わるよ。あ、終わったってなる。まあ優秀賞ということでね、タップンさんおめでとうございます。はい、はい、じゃあ次、ボンさん19歳男性、はい、初採用なので10級に昇格です。はい、学歴と人狼ゲームは相反す。はい、学歴と人狼ゲームは相反すということでね。はい、どう。いや、これはね、うん、ほんまに俺がまあいろんな動画を見たりとかして共感した、やつやね。あ、まあ、学歴とね、うん、人狼ゲームだと求められるもの違うよな。そう、今現に学歴が高いって言われてるニート部の人って誰がおる、うん、ってなったら、馬面さんかな。馬面さん、あ、まあたまにデポン、うんうんうん、デポンやばいな。人狼ゲーム誰も上手くないやんっていう、うん、この辺はね、紅茶がね、おいおいね、盛り返してくれるんじゃないかなって思ってるよ、俺は。いや、俺はね、もうアモアスでも、ね、ドレハンでも、ちょっと挽回、やんとね、俺がここは。学歴勢もできるんだぞと。そう。まあ、ね、相関はねえぞと。はい。ここでね、紅茶が相関を崩せたら、歴史が動くんじゃないかな。いや、そう。だって、現にさ、あ、そう。これはね、ちょっとマイクラの方の話になっちゃうねんけど、はいはい、ニートブじゃなくて、うんうん、そう。なんか昔、うん、その東大生を募集したことがあって、あったな、うん、そう、あれもね、ボツになったんよ。なんであれボツになったかって言ったら、あの、そこにメール先に送ってくるその自己 PR がみんな面白くなくて、あれすごい衝撃だったよな。そう、学歴って何なんだろうってなっちゃったもん。そう、だからやっぱなんか、あ、その面白さと学歴は全然関係ねえやみたいな。なんかこの界隈にマッチするのは学歴じゃないのかなって思ってたから、うん、そう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 、まあ、これからはね、講座が頑張って挽回するということでね。そう、
頑張ろうな。次のね、うん、東大の人が次入ってこれるようにちょっと俺が。そうね、学歴勢もいけるんじゃないかって思わせてもらいたいね。そう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 。じゃあボンさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。次、ピグロンさん、17歳女性、初採用なので19年昇格です。はい、勉強で遊び断りとも消える、勉強で遊び断りとも消えるということで、はい、これ心当たりある？めっちゃあるね。あ、めっちゃあるんだ。めっちゃあるな。あー、じゃあピグロンさんも多分なんかそれなりの学歴のあるところに向かおうとしてるんだろうな。あったんかな。17歳女性、うん、これから迎えるんだろうな、受験を。来年かな。うー、かわいそうに。まあ勉強で遊び断って友達いなくなってくんだ。そう、もうみんなは俺の行ってた学校ってそこまでその進学校って言われる学校じゃなくて、うんうん、割とそのまあいわゆるその指定校推薦、うん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 、で終わる子たちが多くって、はいはい、だからまあ大体みんな早くて9月ぐらいに受験が終わったりするような子がまあ大半で、うん、そう、その子たちがなんかもう受験終わって遊んでる中で。やっぱりそう、遊びに誘われるんやけど、うん、俺はもう京大に行くってそう夢があったから、だから誘われたけど全部断って、あ、偉いな、そうってなってたら、うん、もう誘われなくなったね。いなくなっちゃったぞ。あ、これあれかな、最初の方で後に取っておいた話題で一日何時間ぐらい勉強してたとかも聞けるのかな。あ、こっちの方で話しようか。そっか、一日にね、だいたいどれぐらい勉強してたかって言ったら、まあ高3生の時は、うん、もう起きてる間はずっとしてたかな。ええマジで言ってんの。うん、起きてる、その、うん、ご飯食べてる時間も、うん、単語帳見てたし、ああ入ってる時もなんかリスニングしてたし。精神持つのそれ。いやもうね、それはね、さっき言ったその勉強のモチベーションの話やねんけど、そう、モチベーションもね、俺がモチベーション上げれてたのは、うん、なんか俺の場合はもう完全にそのプライド、そのなんかまあ割とその京大に来たのも、うんうん、その人によく思われたいっていうそういう欲で結構京大に来たっていうのもあるし、そう、いや、うん、そう、昔は勉強もう何もなかったから、うんうんうん、なんかもう人によく思われるために勉強めっちゃしてたね、うん、いやでも自尊心で京大まで行けるならもう大したもんだよな。いやだからもう、うん、ほんまにその完全にもうプライドやね俺の場合は。あー、頑張ったんだ。そうそう、なるほどね。だからうん、なんかまあ俺が勝手にそのライバル視してた子が、うん、ね、関西って大学のその序列で言ったら、うん、まあ京大、京都大学、うん、大阪大学、うん、神戸大学、うんうんうん、っていうまあ順番になってんねんけど、はい、俺がライバル視した子がその京大の一個下の阪大、うん、大阪大学を目指してて、で別にまあ全然その順位もさ、うん、そのまあ全然違うかったんやけど、そのことは、はいはい、あ、もしも俺が京大に行ったらこいつに勝てるわってなんか、そう、なんか思っちゃって、張り合って勝ったと。あ、そうそうそう、でなんかもうそう、そのそれだけやったな。なるほどな。そうそうそう、あ、だいぶいろいろかけてたんだな。そう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 、まあまあまあ大事だねそれも。うん、じゃあピグロンさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、はい、最後最優秀賞いきますか。はい、クリケットさん17歳男性、6級に昇格になります。はい、陽キャたち学歴なくても楽しそう、陽キャたち学歴なくても楽しそうということでね、はい、はい、これが選ばれた理由を聞いていきますか。どう、まあ、うん、なんか学歴学歴はね、なんかもう、なんか京大に行ったけど、うん、なんかやっぱり大学楽しめてないなっていうのが、学業以外にも力入れる部分も確かに必要なのかなって思ったりはするん。そう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 。で、まあ、さっき、なんか一応、なんか冒頭に、うん、俺、学部と学科行ったと思うねんけど、言ったね。そう、あれ実は、動画によって全部違くって、あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、全然信じてたわ。そう。なるほどね。うん。で、うん、まあ、俺の学科は、うん、ほんまの学科は、なんかまあ、割と、
京大の中でも忙しいって言われる学科で、うんうん、なるほどね。そうで、なんか遊んでる暇もそんなになくてああそう、ああなんかめちゃめちゃ頑張って受験勉強して、その上で学校も忙しいと。そうそうそう、遊ぶ暇ないね。そうそう、だ遊ぶ暇なくて、うん、でなんかまあ周りの子らも頑張ってるからさ、うん、そう、なんかそこまでなんか遊びに誘うのもなんか難しくって、あまあたまになんか飲みに行ったりとかするぐらいしかなくて、うんうん、あ大学生っぽさはあんまり感じれないと。そう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 、はあ偉いね。そうで、まあ、うん、今日なんかまあ今年の、うん、今年がまあ2020年の4月ぐらいまで、うん、一応まあ中学の時バスケやってたから、うんうん、そうバスケのサークルに入ったんやけど、うん、まあ小中でバスケやったから、はいはい、バスケのサークルに入ったんやけど、うん、それもなんか行く暇なくてあ本当に忙しいんだな。でもなんかまあ遊びたいから、うんうん、なんかまあここの参加型にいたっていう感じかな。頑張って俺たちの中で青春しような。マジでもうここでいっぱいゲームする。一緒に遊ぼうな。そっか頑張ってるんだな、こっちは。偉いね。でもね、はいはい、はい、まあでもどうなんやろうな、単位落としまくったからな。単位は取れ、頑張れ。ああ、じゃあね、ぜひね、無事卒業まで行ってほしいですね。はい。なんかいいとこ就職できたらさ、飲み行こうよ。あ、まマジで。うん、紅茶のぼりで、紅茶のぼりで行こうや。あ、全然いいけど、いいけど。いいね。北海道まで行くのが大変やな。はい、俺が頑張って行くわ。京都行きたいんだよな、俺。あ、マジ？うん、いや、でもなんかみんなでなんか東京集まったりとかしてみたいよね。いいね、そうね。うん、まあ未来に楽しみを残してね。はい。最優秀賞はクリケットさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。でね。賞とか関係ないやつなんだけど、はい、はいはいはい、ちょっと面白いなって思ったのが2つあって、おうほう、はいはいはい、川柳ね、選んでる時にたまたま2つ並んでて、あそう、読み上げますね、はいはいはい、関係ない、言ってるやつほど気にしてるっていうのと、はい、学歴にとらわれがちな陰キャかなみたいな、はい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 、お互いなんかさ煽り合ってるように見えてちょっとおもろいなって思ったんだよね。お互いに刺さってるっていう。そう、なんかね、結構攻撃的な川柳が多くて。そう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 。なんか、学歴関係ない人たちは、学歴持ってる人を煽りがちなのかな、みたいな。なんか、学歴マウントする側と、学歴なんて関係ねえよ側が、なんか、すごいなんか拮抗してた感じしたよね。なんか結構殺伐としててさ、なんか、学歴っていうワードはやっぱりなんか、刺さる人が多いのかなって思ったのが印象深かったな。ね、うんうんうん。なんかね、たまたま並んでて、お互い煽り合ってるように見えて。結構ね、なんか言ってるやつがお互いに刺さってるみたいなのいっぱいあってね、おもろかったんでね、今回は。うんうん、そうですね、そうやね。結構おもろいね、学歴っていうワードがね、強いんだろうな、多分な。ねえ、なんかまあ、人生でそう、うんうん、絶対関わるワードだから。そうそうそう、就職でも関係あるし、結局、そうそうそう、高校とかに行っても、まあ、入試もするし。うん。まあ、一つの大事なステータスな部分だからね、まあ、コンプレックスとかもいっぱいあるんだろうなって思いつつも、うん、まあ、川柳はこんなもんで、はい。じゃあ、こんなところでね、NHK の終了の時間がやってきてしまいました。今週のね、はい、NHK の視聴ありがとうございます。お相手は MC トーマス、ゲストは紅茶でした。バイバイ、はい。はい、バイバイ。バイバイ。ということでね、はい。撮影の方が終わったので、どうだった、はい、なんか緊張した。いやめっちゃ緊張した。めっちゃ緊張した。結構さ、1時間持つかなって。うん。紅茶頑張ってさ、なんか話すこと考えてきたりとかいっぱいやってきたじゃん。ああそうやね、結構すっぽ抜けたりとかする？ね、すっぽ抜けてたっていうよりかは、うん、どっちかって言ったらなんか内容詰めすぎて、はいはいはい、もう逆に言われへんかったこと結構多かったなっていう。あそうなんだ、どこで出せばいいんだみたいなのが。そう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 、あなんか出したい情報あったら言ってもいいよ今。ね、出したい情報、もうなんか多分今喋ったら30分ぐらい伸びるからここでかな。ああ気になる方は、ね、紅茶さんのね、うん、紅茶さんに直で聞いてください。はい、配信なりなんなりでね。はい、じゃあお疲れ様です。じゃあねー。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい。